新田優美奈選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨年はもう長い長いプレーオフってことになりましたけども、ね、悔しかったですよね。あれは正直、まあ、でも負けてよかったなっていう成長につながった試合になったかなって思いました。前回大会のじゃあそこを経てからなんかこう変えようとか、もっと自分に何かをしていこうっていうようなそういう意識が増えたんですか。そうですね、まあ、一から、まあ、今年1年はちょっともう無理だなっていう気持ちもあったので、まあ、来年に向けて一から、作り直し、いろいろ拠点を変えたりだとかっていう、まあ、いい機会になるので、まあ、来年に向けていい準備ができるかなと思います。まあ、でもこの第7回大会も今日はいかがですか。今日は、まあ、前半パワープレーで調子は悪くなかったかなっていうのがあったんですけど、まあ、後半インコース不得意なんで、まあ、攻略できなかったなっていうのが、はい、また悔しかったなっていうので、って感じですかね。今のインコースのちょっと不得意なところでどういうところが。まず1個目のショートがなんかもうまず構えられなくて、でその次のミドルも右にぶん曲げちゃうし、はい、まあ、右に林にいたっていうイメージです。後半はずっと、はい、を克服して、またリベンジを、はい、頑張ります。では、ここに来られなかったサポーターに向けての最後、カメラにメッセージお願いします。はい、まあ、サポーターになっていただいて本当ありがとうございました。毎回毎回、まあ、試合なかなか結果残すことはできないんですけど、変わらぬ、熱い応援をいつもしていただいてありがとうございました。まあ、これからも諦めずに頑張っていくので、変わらぬ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。